広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元就200万一新。元就様、お手紙が届きました。なんじゃ。海と山、そして小学校に惚れ移住しました。魅力いっぱいの平尾町に来てください。小学校気になるの。では行ってみましょう。山口県平尾町にやってきました。いや、綺麗な眺めですね。内神さん、あ、もしかしてお手紙くださった。はい、私が送りました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平尾町地域おこし協力隊の山根殿。オリーブ栽培や観光 PR の二刀流で活動しているとのこと。今年3月に福岡から移住したそうじゃ。田舎で暮らしたいという思いがあり、昨年11月に平尾町の移住体験住宅の制度を利用し移住体験をしました。この瀬戸内海の美しさや自然あふれる中での生活のしやすさが気に入り、移住することになりました。お手紙に小学校にも惚れたって書いてありましたよね。そうなんです。私、子供が4人いるんですが、子供たちが通っている小学校がとっても魅力的で、移住を決めた理由の一つにもなっていますので、一緒に行ってみましょう。町娘、淵上がやってきたのは佐賀小学校。全校生徒がおよそ50人の小さな学校じゃ。この学校の特徴は何ですか？はい、小規模特任校として少人数ならではの良さを生かした特色ある取り組みをしています。特に地域との触れ合いを大切にしています。山根殿のお子さんにも話を聞いてみるぞい。この学校に転校してきてどうですか？学年関係なくみんなが喋りかけてくれるので楽しいです。じゃあこの学校のどういうところが好きですか？1年生から6年生までみんなで給食を食べれるの。あ、そうなの？全員で給食食べるんだ。そりゃ賑やかでいいね。2人ともすごく楽しそうですね。はい、子供たちのこの笑顔を見て平尾町に来て本当に良かったと思います。そうですね、なんか見ていてもすごく素敵な学校だし素敵な家族だなと思います。ありがとうございます。佐賀小学校は平尾町在住であれば入学することができます。またオープンスクールも開催予定です。詳しくは平尾町ホームページをご覧ください。佐賀町では2週連続で伝統的なお祭りが開催されます。10月7日8日は佐賀八幡神社秋祭り、14日15日は小屋浦新宮社秋祭り。ぜひお越しください。いやー、佐賀小学校、子どもたちが輝いてましたし、平尾町、本当に素敵な町ですね。山根殿が移住した理由がようわかるよの。はい、皆さんもぜひ平尾町にいらしてください。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。Oh!